ん言うてね、やっぱりね、手を細かく動かす作業が好きなんでしょうね。あ、これ煙、タバコじゃないですよ。ごきげんよう、山口ゆきです。やっほー。今日は台所にいてるわけなんですが、みんなに紹介したいものがあります。湯たんぽではないです。私はこの湯たんぽがないと夜寝れません。湯たんぽはいいですな。今日みんなにご紹介したいものがあります。それはなんでしょうたまたま雑貨屋さん行ったら可愛いお弁当箱が売ってたので買いました。めっちゃ可愛いから見てほしい。でずっとね、あの買おうか悩んでたんですよ。1600円とかな、1600円、お弁当箱で1600円、うーんって思ってたんやけど、奮発しちゃいました。じゃんじゃんじゃん。今日剥いてみるね、皮。あ、ロッキー、これもついた。 お弁当箱つけるゴムね。お弁当箱はじゃん、見えるかな。日の丸弁当です。可愛くない？可愛いよね。開けるとじゃーん。え、あ、一段弁当か、二段弁当だと思ってた。こんなもんですね、大きさ的には。これぐらい足りるかな、私には足りるかどうか、その辺が不安であります。逆にね、こういうすごい可愛いし、ありがたい。まあ、おかずか。足りるかな足りるかなっていう感じですね。足りるか。ダイエットしなあかんし、見て、このお正月太り。お正月太りじゃなくて、もう、2020年は太りの時期でした。ふぅ。なので、顔も太ってる。まあ、この日の丸弁当を、日の丸弁当を作ろう。うん、日本の弁当を作ります。まあいつになるか分からんけど。はい、あともう一個ね、最近買ったのをご紹介したいと思います。最近私はいろんな裁縫に目覚めまして、まあ、グッズ作るのでも結構裁縫をしてるわけなんですけど、あの編み物もね、昔から好きなんですよ。でその編み物を見てたら、私あの、はい、はい、何これ、なんていうの、耳につけるやつ、なんとか耳につけるやつ、あのイヤホンね、なんかあのアップルのイヤホンのやつを買ったんですけれど、それのカバーをずっと探してて可愛いのなくて、やっと巡り合いました。なんて可愛いんだろう、見てください。じゃん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 、ポンポン、どんぐり。めっちゃ可愛くないですか。こうやって、まあこうやってイヤホン取るわけなんですけどね、こういうタイプね、こういうタイプね。このカバーをずっと探してて、まさかのこの何、金網っていうののどんぐりを見つけることができました。可愛い。ちなみに私が作った編み物見てもらえますか。可愛いで、ちょっと待ってくださいね。なんや言うてね、やっぱりね、手を細かく動かす作業が好きなんでしょうね。あ、これ煙、タバコじゃないですよ。ここです。最近こういう、お香の匂いを嗅いで楽しんどるんです。香の煙がめっちゃくんな。こっち置いとくわ。手押し付けの窓で、これはファンの方にもらいました。ありがとうございます。結構使ってます。さあ、私が作ったやつ紹介したいと思います。紹介しても別にあれですけど、まず一番最初に、初めて何もわからん状態でお母さんに教えてもらって作ったのが人参です。じゃん。もうね、綿がなかったんで中はね毛糸入ってます。
で、2番目に作ったのが、じゃん、てるてる坊主を作ったんですけど、見てください、じゃん、なんかタコなりました。ピント、あえ、もう完全にてるてる坊主ではなくタコです。なぜね、基本独学でやってしまう癖があってここを通したらこうやろっていうので、結構独学でやってたらタコになりました。てるてる坊主に頑張ってやってないけど、ダン、わけわからんやつ。ウィンウィンウィンと、クリスマスやからクリスマスの時にこれサンタさん作りました。じゃん、これなかなかの出来。あれで、なんかわけわからん黄色の人形と、ようわからんどんぐりの帽子かぶった、なんかこれ目ね、ちゃんと買ったんやで、財布を屋さんで。 あと最後いちご、いちごも作った。日の丸とか作れたらいいなと思うから、まあ、商品化できたらいいんですけどね。まあ今は趣味でやってます。ということで、ご紹介したのは私の編み物と日の丸弁当でした。日の丸弁当作る動画もまた上げたいと思います。それではみんな風邪ひかないでね。バイビー。